皆さんこんばんは。なんかマイクの USB が外れてて、なんかそれでいろいろ設定変わっちゃってて、それの対応に苦慮しておりました。というか、なんかマイクの音量もなんか変わっちゃったから、てか今結構音量出てるな。なんか行き地とかの設定からしてもなんか変な風に聞こえてそうでやだな。80くらいでやってたんだっけ。よく覚えてない。というかあれ、引き下げた方がいいかも。だっけ。だっけ。このくらいでちょっとやってみる。なんかちょっと離れたりすると、こういう音がちょっと聞こえづらいかもしれない。この辺も多分なんかちょっと小さな声食べると入りづらくなっちゃう。閉鎖敷地を開放敷地を下げればいい。ちょっとよくわかんない。やっぱり広げた方がいいか。それでこっちの音量また下げてってやれば多分ちょうどいい感じになるかな。こんな感じでどうだろう。わかんない。まあいいや。自分で一回聞いた方がいいんだよな、これ。今日はディフェクトやるけど、なんか変な風に聞こえてたらやばいな、ごめんね。いや、てか自分でちょっと聞いてみるか。多分ダイジェストかなんかで聞けるでしょう。今聞いてみたけどなんか大丈夫そうだからこれでやるね。やっぱダメかも。250来たか。コップは1ある。ただあれか、敵が2回しか踏めないのがちょっとネックかな。エリート5だとちょっと安定しなさそうだから、怖いけど、まあこのルートでいいのかな。あんまり、まあ体力がな、低いから。上3つ選ぶくらいだったらもう交換した方が良いと思うから、ダメージ許容しながらこうショップ寄ってっていうルート取るかどうか。激痛だな。
1枚。言われ来てくれて助かったね。最初はまあコモンアタックのどれかだと思うけど、まあリムイッソかな。ドロー、一応ドローだから、まあ一クリに扱うとはいえ、あ引けるわけだし、考えると防御からでもいいけど、ちょっとねディフェクトで防御系消すのちょっと個人的に苦手なんで、自分はストライクから消してます。あちょっとボスくれで苦労しそう、ちょっとなんでこれ、それをショップでなんとかしましょう。無理玉で、あーこの検索買わざるを得ないかな。ポーションベルト、リバーと、132、うん、ギリギリ変えるかどうかくらい、132と。これで多分297だから、あれ買えないか。ベルト買っちゃうと。ビーム一掃1個で、ボスグレに立ち向かうのはさすがに無理あるから、もう行かなきゃいけないんだよな。ないかなこれ。32297、ギリギリ変えるくらいか。どうだろうな、ボツグレでやられるかもしんないな。カードともしかしたらポーション手に入るかもしれないんで、これはだいぶ助かりますね。ただ何も、うーん、アタック系が何も出なかった。だってより、まあせめて暗黒か、やっぱり強くなさそうだけど、
やっぱ戦に対する打点は一応作れる。実質6点追加のアタック。エントリーかよ。ヒルなのここかな。でも興味深いの。でも目先のダメージ防ぐならこれか。ちょっと使い切りだけど。真ん中に飛ぶかもしれないの、ね、難しいな。残りのエナジーはアタックに割くべきで、たまんなくか。あ、ザップがうまく当たってくれた。あとはこのプロス3枚を盾にして頑張って2体倒しましょう。ただこの州では全然殺せないね。しっかり防御2枚が特に沈んで少なくなっちゃう。あ、これリバーしなくてよかった。こちらタップ引いた。あとはとどめ刺すのがもうできない。アタックで程度ダメージだったらいいでしょう。なかなか出ないね、純粋なアタック。このままだとちょっと選ばれし者とかがやばそう。あといって充電とかは多分弱いからな。別さ考えたらやっぱ今の段階でレインボー取った方が良さそう。もうちょっと入れとこう。あ、ここ多分これからパワー加われば心強い。スパーで切断物理が頑張るそう。おっと、ここでかん、いやトップねえんだよ。これだったらドライバー取りやすいかな。こんだけオブソロって。どうしよう。一応1ブロック1ダメだけでは済む。
結構これが固まってるのかな。これだな、うーん。こいつはフロストに固めてれば、そんなにダメージ食らわないはずだから。火力13で打ち止めの地点で。ただドライバーとかしか出ない。できそうだけど、結構アタック寄りなのか。今パーチするとこれ16、16、16、51、16、16、ちょうど手込みで分裂する感じか。ここ結構良さそう。サイクル今から拾う？なんか抱えてる余裕は割とありそう。ドライバーでまあドローまあまあになってるし、ただちょっと一旦目が不安かなってくらいだな。まあでもこっから検索とか強化すれば、まあアップグレケも多分避けるから、まあ早いけど拾ってもいいかなとは思う。ちょっとこれやばいぞ。ダメージ多少食らってもこの辺なんとか処さないとまずいっすね。これやばくね。やべえわ。キャストももうなくなってるし。こいつがな、33点減らさなきゃいけないからな。これがダイブネックだな。案件かもこれ。とりあえずビームイストとかで、あ、倒してはおくけど。あれ飛ばねえじゃん。切らされた時点でもう。あー静電きたか。エクサにはめっちゃ強いんで取ります。ただスベスベイシのせいであれなんだよね。スベスベのせいで、うん、なんか防御だけ張って静電するっていうことができない。まあそういう時は多分なんかフロスト前に出てるから多分大丈夫だと思うんだけど。まあ。どうしよう、次。
敵でもいいけど、ちょっとなんかさっきのグレムリンギャングみたいなの出てきたら怖いから、今ヒットポイントちょうどいい感じだし、一回アテナ経由するか。なるほど。まあまあこれはレリックもらえるんでいいでしょう。一体倒さないと。できる？ここで。停電あんま使いたくないな、ここで。今12ブロックしかないから、ね、あーそれ良くないやつだな。あんまアドになんなかった。まあ次倒せる。うーん、でもな、体力がやばいんだよな。お前3枚結構結構重いぞ。一回防御、まあ防御引かなかった時のケアとかもあるから、まあ、まあまあダーク持っていた方がいいか。いや倒せないね。なんかダーク押し出せるやつ引けるから大丈夫です。危ない。このブロックなんだかんだ少ないからもう一枚取りたいな。ここいうこのタイミングならまあ取ってもいいかな。このポーションでこれ不安だな。休憩、いや休憩するとあれか、かえってダメージ増えちゃうか。2つ。ちょっとわかんない、勝てるか。負けるかも。超低静電かえってむずいな。どうしよう、これ消した方がいいかな。しちゃった。僕に12、うん、どうやってもブロックできなくはないか。火力にした方が良さそう。
ちょっとむずいな。大丈夫かなこれ。けど、あー待って、次のターンあれじゃん。やべえじゃん。こいつデュアルキャストしないと、てかインテルの間に合わなくねこれ。勝手に押し出せるのがやまずい。6×6 だからちょうどいい感じで、放電でなんか勝てないかな。とりあえずフロストは展開しなきゃいけないから、こうして、あーてかこれ、あー待って、超、あーそっかー、あれだな、なんか4ブロックとかになっちゃうから普通に負けくせえな。ギリギリダメなんだ。結局ヘクサじゃねえかよ。ちょっとダメージ見余って余ってたな。てかヘクサ、結局ヘクサに負けてんだけど。ダメな、またディフェクトのヘクサやり直さなきゃダメだ。ここは勝ってんだ。ヘクトのランダムシールも5連続でヘクサに当たってんだけど。静電放電拾ったけど、多分休憩 した方が良かったな。これは。休憩するとね、なんかちょうどね、15ヒットポイント15に21回復で、あれ36ヒットポイント36になっちゃうから、それでさ、なんか連撃がいくつだ、 4×6 になるのがすごくなんか嫌だったんだよ。これがなんかヒットポイント14とかだったら、まあ休憩して1回目連撃受けようってなったんだけど、連撃受けて、まあそもそも静電一旦目で引くか分かんないけど、少なくとも休憩してれば1ポイント余裕あったから、まあそれでなんか体力受けながら、ライフル受けながら静電放電で回すってプランにすべきだったな、これは。エクサにいいカードは拾ったけど、ちょっとなんか休憩回りの立ち回りのミスだね、これは。ほんとヘクサゲームから消してほしいわ。いやーこれ結構なんか、ここ超えられればなんかいろいろ面白いことになりそうだったんだけど、クソだわほんとヘクサって。ちょっともう一回やります、このシードは。
またヘクサの配置する。また対ヘクサの効率下がったよ。マジでヘクサ出るだけで負ける。ディフェクトは。薬師一没ヘクサ固定だったら勝率。これだけで勝率が。多分3割くらいにさ。3割下がる。あ、違う。ここはもう同じ、やること同じなんで。なんか違うかも。ヘクサ結構未来変わってるからわかんないぞ。これどうなるか。検索する必要ないかもしれない。これ、これにして。あ、間違えた。全然反ないか。あればっかだ、めまいばっかだ。最後の防御も出てしまった。ブルズアイでもいいのかな。なんかダーク軸で、ダーク軸にしてるならここブルズアイに変えて、うん、火力重視っていう考え方もできる。ただこの後考えるとどう考えてもこっちの方が強いからな。うん、今のでだいぶなんかダーク1本だけだとだいぶ火力不足だったから、ここブルズアイに変えた方が良かったかもしれない。でもトゲポとかこの辺あるから、まあそれをまあ使う気ならもうエクサ戦でもう使うみたいな。そもそもなんか最初からトゲポ切ってればこんなことになんなかったからな。さっきのなんかディフェクトとかで、なんかゴッチャ起点とはいえ、ローテ5連勝とかだったから、なんか侵入力狙えないかなと思ったけど、しっかり止められたよね。ほんと自分は連勝に、マジで縁がない。
なんかそういうなんか上振れでちゃんと練習できる人ほんと尊敬するわ。俺もなリサイクルやっぱ早かったかもな馬取るの。さっきと同じようにやろう。あちょっと体力が削れてんだよ。サーチしてあれか、なんか言っちゃうと良くないのか。ミスを使っちゃうか。痛くないからやっぱ、でもなんか痛くないな。展開いいな。さっきよりヒットポイント守れたか。そうなるとまあ休憩してもいいか。アップグレしてもなんかいいのあんまなさそうだしな。あこれリサイクルアップグレするより多分まあせめて検索でしょ。電撃の威力一体電撃は大きくなるけど、でも静電放電とかあるからまだマシなはず。ここで撃つかな。16、ここまで行こう。いや、ここっていうか、聖剣放電と暗黒が喧嘩してるんだよ、だいぶ。どうかも多分ライフでもう受けちゃって。音がない。
っきよりはるかに火力出てるでしょ。やっぱヘクサ戦、リフェクトの対ヘクサもうちょっと頑張んないとな。アイクラはもうなんかすごいどうたでもなるって感じだったけど、リフェクトはやっぱなんかアクソアの立ち回りと合わせてかなり難しいから、全部考えた方がいい。あー待って、これもやばいな。デリックこうなってたのか。よくあるなら、よくあるならやっぱエナジー欲しいんだよね。敵でなんかブラックスターで切り抜けられる自信ないわ。まあ相当きついけど仕方ない。最初行こう。音がいい。使いたくないな、この人。ブロックがないな、スノ。ちょっと解放するの危なさそう。あ、かかってんな、その人。FTL とか欲しいね。少ないやつは。修復出てきた。あ、目つぶしも横に出てる。ただ反響修復あるから、まあこっちの方が勝ってるか今は。反響はした方がいい。
強っ。ヒルばっかだと本当に下手なエリートより強くなるからな、冗談抜きで。環境修復するまで寝られない感じがする。でもあんまり欲張るとめまいしないとブロック稼げないから、もうなんかそれで死にそうなのよね。実はちょっとやってるよ、やってるよ、なさすぎるわ。46でもいいでしょう。この充電は入れたくない。 A リードの形守りたいから、ここでショップ1回は何件入れ複製した。いやーでもなんかお金もらいたいな。クラス F にして、なんか集計とか使いながら立ち回るの持ってたな。ダークからのループはチャンプに対する活字になり得るから買った方が良いかな。あ、どうしよう、ピックあんまり買いたくないな、このラインナップ来てもらおうか。結構デッキにいろいろ入れそうだから、あう、今買うカードかな、自暴自棄。この2つはなんか買った方がいいかな。かな。むしろ自暴自棄。ボスが足引っ張りそうだな、今の段階だと。スレイバーズとかは多分ポーションでなんとかする感じだから、あ、でも眠りに強くなれるんだ、だいぶ。あ、眠り割となんか盲点になりやすいから、前変化こう、ストライクまで消すと、でも防御もそんなないからな。ストライク2枚でいいのかな。あ、いいじゃん。P 回復は、 P 回復は修復に任せよう。ポイント、ヒットポイント。きつい。これ大丈夫？
こいつ倒したいな。ギリ倒せるかわかんないな。まだ撃たないと撃っちゃダメだ。ナイスシュート。マウムチに反響通してパワー撃っといて今のうちに。前の方が良かったかな。あー待って、 AOE 両方出るの困るんだけど。超ダークてか倒せんじゃん。もうユーチューブ欲しいね。タケの方が先。リサイクルでもいいかなと思うけど。ああ俺の俺のブロックが。抜かないと厳しい。ただ抜くと中継が使い物にならなくなる。8ダメージ軽減になるんだよ。8なら食らう。今更標本切断いる。僕は集計とリサイクルあるから多分必要なくて。やんな。でリサイクルアップグレー沈着で環境システムじゃん。リバウンドもそろそろ寿命かな。タップでもいいか、この陣容なら。
停電。余るね。ちょっとブロック足りない。だいぶダメージやん。戦闘フロストとかは弱いね、やっぱ。あー集中出たけど、オーブスロットがな減るのって結構きついんだよね。しかも割とダークに依存してるから、となんか今はデメリットの方が上回るかなーって感じ。この戦闘に関しては多分まあ。多分あこれ使わなくても戦闘ダークでループすればなんとかなりそうだから、キサネがよかった。ちょっと嫌な引きにしてるね、それは。ヒットシーンあったわ。2枚目の反響か、またコント。あでもこれで固定できるほどちょっと甘くはないかな。サイクル圧縮どんどんしていかないと。このターン痛いぞ。もあげない。あーってこれじゃあげらんない。コンパイル動画が上がってる。頭おかしい人になってる。あもう筋力上げてる。あてかもう倒ってるんじゃん。上倒せんじゃん。
クリエイティブ、集中力ない今なら、取った方がいいかもしれない。集中力ない今は。バッファーでもいい。でも浸透性そんなに強くないからな。ギブかな。パンドラだけど防御4枚しか変わんねえ。でも割とエナジー運用はあんまり困んなさそうだから、パンドラ防御4枚はパンドラにしてもいいかなって感じはする。まあ、一旦目なんか、ブロック引けない事故結構起こりそうだけど。あ、でもあんまり良くないかな、これの変化は。いや、いいかな。スケールバトルか。ここ行くと行き返しか変わらない。ここ行かなきゃいけないのか。あー、まあなんとかなるかもしんないけどな。24点防げばいいか。されるぞこれ。バカっぱい9。じゃなくてな、これ作ってる倒す。あれ使ってたら倒すいたら。潰しは、まあない発起動積むにはぴったりだよ。みんなブロックじゃん。次やばいじゃん。5点パーに殴られる。インタックサーチからてか、もしくは、まあ、いいかな。もし失敗しても、これあるから。これ52点、やべえな。2段目52点ってやってることほぼ本当だじゃん。チアドロー現象あるから比べもねなんないけど、
これ反響か。相手も大丈夫か。ダメージかもない。スピードくれあ、死んだこの人たち。どうやって倒せ、あ、これで倒せへんか。過酷な集中力不足。方が理解せないなのあれだとし しかも両方から投げられてサイクルも両方飛んじゃったし、ブロックが飛んでるのが悪い。まあ10点なら回復できる。あ、な、え、あ、ちょっと、なんの、ブロックしてない。なんでたまにブロック忘れるんだろう。注意力ないの、本当きつすぎる。もうこれタイミーたち絶対死ぬやつじゃん。出てくるアタックがこれだもんな。出てくるカードがこれだからな。これはね、変化にもすがる思いってやつだ。ここじゃないでしょ、もう。ある中で
集中ないのが足引っ張りまくってる。これでゴリ押すしかないってことか。フォームでゴリ押す。あれ、フットギア強化ボディで受けられる。ドライバーだけがドライバーだけが無駄に重なっている。普通にやばそう。こいつも普通にやばそう。追い巻かれてもやめなしかな、このダメージ量は。切りたい。あー、プロッツ届けなかった。あー、強い。甘くねえ、ちょっと必要より58通そうとそんな、ちょっとさすがに犯罪すぎる。それはなんか定期的にもうなんかデバフ剥がしてる余裕がないのが厳しい。だいぶ落ち着いてはきたか。これしつこすぎだろこいつ。10%だろそれ。でも集中力を。ハイパーじゃねえんだよ。僕はまあいいか。受け使えないのかマジ。良くないな。
暑い。ブロッカー上だった。後ろアタック出てくんないと困る。こいつの杖で当てらんないのが痛いわ。これ集計使えんだ。あーてか勝手に死んじゃうんじゃんこれ。撃ってらんねえじゃんもう。最悪。勝ちにつながるカードないですね。ジャイアントキリングって言ってるけど、普通にこのジャイアントヘッドにやられるぞ。これやった方がいいかな。ファイルの暴力だ。こうなったら見てねえ何もかも。バイバイ一応引ける。
さかのビームセル採用。あでも火力っていうよりなんかブロックの取り方が問題あるからな。なんか区内半分くらいでなんとかする感じになっちゃいそう。これがこのままだとこれタイムみたいに分悪すぎんだよな。戦は過ぎてるけど、火炎砲で倒そうにも20点が出せない。するようだともうなんかこの先厳しいってのはもうはっきりしてる。今適当になんかあの殴ってるだけじゃん3体なので、こんななんかギミックもなんもなしでこんななんかつらいつらい言ってるようだと思う。この先思いやられるよ。9ブロックすら作れない。あ24待たなきゃいけないんだよ。まだ修復ってないから打たなきゃいけないんだ。環境あーでもリサイクルでいけるか。てか反響すら打ってなかったな。反響すら打ってなかった。よいしょ。この手札か。打ちたくない。うわーブロックねえじゃん。死んじゃうこれ。死んでない。次のターン修復引かないとダメな。ああそうだループだったもう。完全にダメだ。集中来たけど。行かないんだけど。ダメ33.5。
やること自体はある。環境来る。あし。これ、脱っこでもいいか。僕は通したい。あ、でもクリエイティブ。じゃないでしょう。遠投ダークに合わせて急いで成長させるっつってもなんか、いやでもこの後の手札がきついな。これ振ったかな。手札の多少手札の足しにしないと。では。動かないとダメかな。ここ抜きつつ目つぶし探して、なさすぎて死ね。僕だけあってもしょうがないんじゃ。次、あ、これ、あ、どうだろう。ここまで来たらもう動かした方がいいな。今日2回乗った。これ打って反響は必要ないかも。42。18で42で、これは半減する、減らす方。 22×3 だから24、マイナス6くらい。18、無駄な停電は打ってないから、どっか飛ぶ必要ないわ。微妙に漏れてるからな。これ以上動くと、これ以上に被害出るから、ね。ちょっとクリエイティブも反響すべきだったかもしれない。
やばい、もうやっぱこいつスレッサめっちゃうまいからさ、こうやってなんかデバフかけてこうやって落とそうとしてくるんだよ、こういう時。あと50、せめて50点作れない。33、もう折れるな、どうやっても。で勝つロミーだっか。ストームに切り替える。いや、よくないな、ストーム。これかも、集中ポキルか。筋力上がりすぎて、そんくらいしないとも無理だ。1でもあれか、もう無理くせえ、どうやっても。すればなんとか出れるかな、リアルキャスト引ければ。2回やった方がいいから、まずそれ作って、これプラス18、33、43、40、ギリギリいけるかな。やったら 28×3 とかになりそう。 27×3 かな、多分倍率的に。14作れるから、一応54にはなってるか。なんか11だからちょっと違うか、話違うな。 28×3 だやっぱ。じゃあこれ以上動けないな。いいところでタイミングでデュアルキャストは、ちょっとだけ まだ先回せるな。回す意味はあるか分かんないけど、本当に終わりかもしれない、これで。だが終わってる、まず。とりあえずクリエイティブ打つかどうかだよな。反響は多分打たなきゃいけないから、これはウォーブ方面でなんとかするより、ブロック区内でなんとかするのを考えた方がいいと思う。多分マイク、クリエイティブなんかマイナスのあればっか引いちゃって、多分良くなさそう。
倒せ、こいつら倒すのがもう無理なんだけど。環境引いてきちゃった。どうやってこれ受けんの？行進者も倒さないといけないしな。またこれ使わなきゃ。これでお前ね40何点要求してきてるから。に構築が悪そうだな。ダメのこれも相当だけど、ここでデュアル解放すると今度はコンパイルドライバーが。これ使うことはできないか。ここで何使うかな。暗黒？でも多分こいつのこいつ雑力とかなんか有効な札引けないとどうしようもないから、これは使わなさそう。この2体どうやって倒すかな。結果ランド化しながら、あーこれでもダメ、なんか目覚めしのブロック作るのもう難しいな、おそらく。2回やんないともう勝ち筋すらない。浸ったらこつるんでしょう。むず。消していいか。あ、でもなんか2枚同士に消した方が良さそう。
分も使わないかな。暗黒どうし、暗黒どうなんだろう。忍着とかでまあ回したい感じはするからするし、消去かな。ライバーな。え、これそれ困るんだけど。忘れてた。ライトニング、フルライトニング、なんだかんだ必要だね。なさそう。僕どうしよう。僕も悩む。集中力3の状態だと結局なんか打つだけ損だから、まあ打たなくていいかな。どうなるかな。ブロック何も引けなかった時の事故がすごく怖いから消してしまおう。なんかいらないような感じするかな。狩猟になったけど、そうするまでの時間がちょっとあまりにも。なんだかんだクナイパワーすげえわ。
ああ、正真正銘。消さないと。アタックもちょっとバランスと消さないとな。おお、ここで一応保留してりゃいいんじゃないか。簡単だった。多分無理。これは突破は無理です。突破ってか打開って言った方がいいか。ワンチャンホログラムでなんとかなんないかな。ドロップ広がっても意味ないね。あんまり嬉しくないというか、今欲しいのこっちの方じゃないんだよね。王将3つ買い込んで何かに、これは買った方がいい。入れてなんとか回す。コブの量も結構大事だからな。今キル取ったのいつだっけ。あれかなんか障子見る後か。コンデンサ出るならやっぱ照準欲しかったな。あー結構読み上げてない。ちょっとごめんと行き着きませんでした。すみません。ポーションね、そうだね、なんか慌てて意味ないポーション使うのはもちろん良くないけど、このなんかアクションゲームとかでもなんか必殺技みたいなのが、まあ、回数制限のある必殺技みたいなやつなんか使わ、うん、なんか取っといて死ぬよりとりあえずなんか困ったら使って、それでまあ足りなくなったらまあ死んだらそれはそれでっていう感じで進めていった方がいいとは聞くよ。だからポーションもなんかやばそうだなと思ったら使って、あーとりあえず目安としてはブロックポーションがあれ12ブロックだから多分なんか10ダメージくらいダメージ変わりそうだなって思ったらまあとりあえず使ってみるとか、あいいんじゃない、わかんない。
まあ、とりあえず買うでしょ。金髪も結局引かなきゃいけないしな。そんなそしてそんなに意味ない気がする。このエナジーも結構何気に問題なんだよね。中継2枚入れたくて、この中継は入れたくないポーション、と実質1枠シンクでもいいか。クリエイティブあるし、何だろう。いやー、それでも無理だわ、これ多分無理だわ。今日どうしたいが、ちょっとエナがやばいね。ここは打っていいけどね、平凡すぎる。あれか、シューティーヒートシンクで、シューティーヒートシンクで何か起きるかな。環境引いた。エーディエンはどこだ。ポストにしないとダメージ防ぎきれないか。これで防げる。体力45はもう確保したけど、あれ振り向けない。じゃねえんだよ。あ、この辺流すかも。
かして反響とか引きに行った方がいいかな。よく長さにショックもったいない気もするが、反響一刻も早く引かないと多分間に合わねえわ。休憩リサイクルよりもう反響確実に通した方が弱い。金庫、これ金庫が交流できるのでかいな。これ打って、それでもダメージ足りないと思うな。15当然切らない。あークリエイティブか。こういうの流れたな。このターンは受かった。ソースがないな。まだ残ってんじゃん。クリエイティブ打たないとまずい。ヒットシンク、いや動こうとしたいけどもエナがねえや。仲いいの、これデフラグ。36、次75受けなきゃいけないのか、大変だな。比較と上がすのもだいぶ難しいからな、これ。バッファじゃないんだよ。このターンはなんとかなりそう。だからダメージが全然出してない。どうも。ただルー、待って、これエントフロスト、これ大丈夫、これなんとかエントフロストだと思ってる。
切れてばなんか色が結構前そうだ。あーでも次のターンのブロックがないな。これで書くことしかないな。ストームのタイミングむずいな。今4回目だっけ。すぐリミットダメージはすぐリミットいくけど問題はブロックだな。停電で次のターン殺せそう。なんか分かってる。認知きた。なんか勝った。まあ最速だけどね。最初のポーションの判断だったな。最初っていうか最後のあそこで思い切ってループ打たずに反響か掘りに行った判断がやっぱり正しかったかもしれない。目覚めしがやばかったな、とにかく。あれ、なんか最初になんかセットアップしないとどうにもなんないのに、なんか強振者とかも処理しなきゃいけなくて、なおかつパワーを打つと本人の連撃がすごく、なんか連撃のダメージがすごく痛いってことで、まあ逆になんだろう、パワーによらない、まあ今回で言えばクナイとか、そういうのがあれば、そういうのでまあ、どっしり構えられるようになれば、まあもうなんかデカドのなんかよりもずっと安定するんだけど、やっぱなんかこう、簡単までが脅威、やっぱり怖いよな。まあ、多分、他にもなんかブロックが継続して稼げないデッキとかだと、まあずっと攻撃してくる目覚めしなんかきついんだけど、まあデカドのは、なんだろう、1体倒せば2ターンに1回になるから、まあそこでなんとかなるっていうデッキもあるけど、まあでも目覚めし継続してなんか手札事故ってブロック積めないみたいなターンがあるデッキだと、まあ無理。そんなやつなんかどのデッキでも多分無理だと思うけど、どのポーズ来てもなんかそれだと無理なように見えるけど、やっぱひび割れた子は嫌いだわ。なんかデュアルキャストでこういうなんかルーリックコンデンサーとか使ってると、なんかデュアルキャストでもしない限り戦闘のあと大物生成能力が本当に優れてないと戦闘のザップを知らせないからね。こういうところも結構嫌いだわこれ。
ぱりアクト1だな。てか特にヘクサ。はい、ヘクサ。あれ、なんか20番勝負とかもうくだらないからもう配信ではもうやんないけど。いや、まあなんかヘクサゴーストがいる時含めたアクト1の立ち回りってのはしっかりこう見直さないとダメな、ディフェクトに関しては。うん。てかなんかあれ、確かに術院やってこんななんか成績良くなかった、7割くらいしかアクト1突破できなくて、このうち4回が道中死だからね。確かヘクサ自体に負けたのも2回あるけど、1回くらい道中で死んでるから、そこの立ち回りもっと磨かないと。現状アクト1で死んでる分だと、これだけでもライフコーチに負けてるからな、アクト1の勝率だけで。心臓の方が半分しか食らってない。今日はこれで終わるか。ちょっとしょうもない負け方しちゃったけど、まあこれも一つ勉強だと思ってやっていきましょう。STS やってるから、エイドしましょう。ここまでご視聴ありがとうございました。それでは。エイドがまだ、始まんね。あー、てかなんか、上にもレスあったわ。なんか、コメントついてたわ。ごめん。アクト1だとボーラーや見た分だけ優先で取ってしまって、アクト2では後悔しま。あー、まあボールライトニングね、確かにアクト1だとまあ実質1エナ10点プラス解放分っていうのがあって、まあ強力だよね。でもアクト2以降って考えると、あ、後ろになるにつれて、まあ力学とかなんかザ・ストームとかサンダーストライク系のデッキだったらまあ例外とかはあるけど、そういうまあ、所詮、なんかドローも何もしないアタックだから、そういうの取りすぎると、やっぱり、なんだろう、コンパイルドライバーやらスキムやら、この辺の、ドローを止めてしまう原因にもなりかねない。そもそもそういうドローソースすら引けないとか。それになんかボールライトニング取ってしまった分、その、他のカード取れないわけで、そこでなんかブロックとかを取り逃してると、この、シティの、なんかブロックきつくなって、なんかそこで死ぬみたいなパターンもあるんで、ここも気をつけましょう。対抗性あると手伸びるのは意味わかんない、うん、それはただのバカだ。まあでも、まあ勝率さ、バカって言ったけど、それはなんか勝率をなんか求める上での話で、もちろんなんかこう連れ出すファイヤーなんか勝率下げるようなピックするの、すると、なんか法律で罰せられるとかそういうわけじゃないから。まあ自分の、多分自分、まあ、自分はそういうなんかこう、特定のカードを見たらピックするとか、なんかそういう気には全然なれないんだけど。対抗性見たらとりあえず取ってっていう遊び方もあるよね。ではまあ本気でなんかアセンション20勝てるようになりたいっていうんだったら、やりたいって思ってるならそれは考え直したがいいかな。じゃあ今度こそレイドしましょう。
いやー、なんかちょっと今日たまに読み上げ機能してないとコメント普通に読み忘れるから、ここはちょっと毎度申し訳なく思って、ほんとすいません。じゃあどうしましょう。ここまでご視聴ありがとうございました。それではごきげんよう。